創業から7年ぐらいまでは、今社長がおっしゃったトップ外交の比較的企業か家業かでいうと家業だったというふうに、うん、そうですね。そこからどういうふうに企業に転身していき、そのエリア展開や今グループ企業に社長さんをどんどん輩出していくところへ移り変わってくることができたのか教えていただいていいですか。うん、これも私が恵まれてた感謝するところの2つ目ですけどね、うんうん、最初は家内工業的に家族で役員をして、うん、はい、小さなアクセスジャパンが、はい、少しこう伸びてきたという、はい、でその成長過程の中にあってですね、はい、一緒に、まあ、共に社業を支えてきた、うん、成長路線の中で頑張ってきた子たちがいっぱいおるわけですね、はい、若い社員さんたち含めて、はい、うん、でこの子たちがですね役員に次々になっていったなってきたと、うん、で平成10年までに23名のですね、はい、全国役員ができたというですね、これが非常に私にとっては事業承継というですね、はい、部分も含めてありがたかった、はい、平成23年というと創業から10年 10周年ですか。10周年の時に23名の役員が誕生したと。そうです。はあ、その子たちに今、一つ一つのですね、会社の責任ある立場でですね、経営の舵取りをやっていってもらっているというのが、アクセスジャパンホールディングスに向かっていく流れができてきたということですね。今回すごくもう関心を持って伺いたいのが、経営をしていく中でやっぱりいろいろ勉強しているとですね、ランチェスター法則とか何か一つの業種あるいはお客さん地域に絞り込んでその中で一番を取っていき、そこからじわじわ広げていくんだよというようなですね、絞り込みを重視する教えというのがある一方で、今回野田会長は多角化というですね、短い期間でいろんな業種に展開されて、フィットネスクラブやスイミングスクール、教育関連、アウトソーシング、人材派遣、ホテル、飲食、販売、その他印刷とかパンとか不動産会社とかですね、指定管理とかそういったところまでずっと広げてこられたこの多角化のですね、そのモデルについてですね、はい、ぜひ教えていただきたいと思うんですが、私も創業した時はですね、はい、このアウトソーシング一本で、はい、ずっと伸ばしていこうと、うんうん、でこれについてくるのはこの業種とこの業種かなというですね、うんうん、そういうところは思ってました。不動産とかですね、はい、リース会社とか、はい、ここをイメージしとったんですね、はい、で一点特化で伸ばしていくのがいいのか、はいはい、あるいは多業種に多角展開していったがいいのか、うん、どっちを選ぼうかというですね、はい、選択したのが7年ぐらい、創業して7年目ぐらいなんですね。あ、なるほど、はい、まあ、そういう中で、多角化を選んだんですけど、はい、まあ、選んだ理由の一つ、まあ、いくつかありますけれども、はい、そのうちの一つが、まあ、弊社はアウトソーシングの会社だと、はい、とそこに面接に来るですね、はい、登録に来る人たち、うん、人材派遣登録、そうですね、はいはい、山のようにおいでになるわけですね、はい、その一人一人のですね、うん、過去の経験とか、うん、あるいはこういうふうになりたいとか夢をですね、うんうんうん、こう話を聞いていきってるうちにですね、うんうん、はい、例えばこういう事業であればやれる、はい、というですね、うんうん、はい、まあ、人材を発掘していきながら立ち上げていくという、もう一つは大半がですね、人から背中を押されて成長してきた企業なんですね、はい、私のファンクラブ、はい、ファンなんですよ、はい、そういう人たちがいろんな案件を持ってくるわけですね、はい、例えばどんな案件、例えばスイミングスクール、はい、数箇所ありますけれども、はい、まず2拠点、こう経営不振で、はい、もう閉鎖すると、はい、
社長が悩みよったよって、ぜひ会ってと。なるほど。ですね。なるほど。でその社長に会ったらやっぱ数億、はい、やっぱり投資してダメになってると、うん、だからもう閉鎖したいんだと、うんうん、従業員との責任もあるだろうが、はい、まあ、社会的な責任という部分でもう一つは会員さんたちの責任もあるでしょ、はいはいはい、これを放棄しちゃいかんって、うんうん、私のとこも地域に密着しながら成長をさせてもらえるけんで、はい、私がそっくり負債総額丸呑みしようって、はい、社員も、はい、会員も、はい、全て、はい、それでどんなうちにも発行株数全部 MA でやらんね、うん、なるほど、なるほど、他から社長外れやんよって、うん、私が代表になるから、うんうんうん、言って企業買収をしてきた。なるほど、 MA で、なるほど、経営を引き継いできたわけですね、うん、これ全部負の遺産を持っとる会社ばっかなんです。なるほど、なるほど。それを救済してきて立て直してきた、立て直してきたというのが実態ですね。なるほど。私が好き好んでこうだああだこうだって走ってるんじゃないですか。なるほど。今17社にも膨れ上がったアクセスジャパングループのグループ企業の多くが不採算で不審事業を抱えてたところの救済からスタートしてるわけです。そうです。求められてやった事業なんですね、うん、そうです。